事故が原発の場合には事故が起きたらそこからとにかくその状態が変わらない、永遠と災害が続くんだ。Я думаю, что это будет огромнейшая польза для нашего сегодняшнего дня. ただいまご紹介いただきました聖夜でございます。限られた10分間という時間でございますので、私の題目のテーマは苦渋の選択ということでございます。山林は除染できるのかというお話がございます。で、私はそもそも除染の問題について非常に疑問を持っておりまして、何故に1ミリシーベルトなんだろうと、これが一つの大きな呪縛になっているのではないかと。つまり私の近所でもあちこち除染やっておるんですけども、除染した表土や何かをどこに置くかというと、仮置き場がないもんですから、自分の庭の隅の方にこう固めておいて、上に青いビニールシートをかけていると、こんなのが実情でございます。ようやく中間貯蔵の話が日の目を見てまいりましてですね、大熊とか双葉、奈良葉あたりにできるような形でだんだん参ってまいりましたけども、じゃあそれができたら各市町村にたまってる仮置き場のやつはそれを持っていけばいいと。しかし誰がどうやってそれを中間貯蔵地まで持っていくんですかね。新地に国道の115号かあれ2000台ダンプカーが走ったら、ほとんどもどうにもならない一つのラッシュになってしまいます。だから除染をどうするって問題より、今の汚染の度合いで何ミリシーベルト、1ミリシーベルトということ自身が私は不思議でしょうがない。それからコスト的にも膨大もないと。仮に福島県全体をきちっとやろうと思ったらば、何兆円あってもこれは足りないと、こういうことでございますので、この辺の基準値そのものについては非常に難しい判断でございますけど、やっぱり思い切ってこの区分け5ミリシーベルト、あるいは10ミリ、あるいは20ミリだって、私は世界のスタンダードから言えばそう問題ないんではないかなと、こう思っております。なんと原発の安全神話はね、これ壊れちゃいましたよ、残念ながら。結局にこっちこう来てるんですから。ただそれをいかに封じ込めるかということについての、もし事故が発生した場合にそれとうまく共生していくと、共生という言い方はおかしいんですけど、ミニマムに抑える努力は必要なんではないかなと、そう考えていきますとですね、やはり後で申し上げますエネルギー多消費型社会との決別ができないんだったら、やはりこれは再稼働せざるを得ないんではないかなと、こう思っております。産業立国、工業立国、あるいはオリンピック、こういうものを考えた場合に、やはりますます電気は必要なんじゃないかと。それから農家の人にだってそうだよと、あなたのところでも冬でもイチゴ作ってるじゃないかと、電商に行くといって電気で照らして開花時期をずらすような花の栽培やってるじゃないかと、こういうものを全部切っちゃっていいんですかと。やっぱり我々が今から10年20年考えたら、1家計あたりのエネルギーの消費というのは単に石化燃料だけじゃなくて、電力をとってみると3倍4倍になっていると思うんでございます。でこれを決別するというのは話は別だ。でもそれができないんだったら、やっぱり今言ったような形でいろいろな、今想定外と言ったけども、想定外の想定をしてみて、そこにセーフガードを作りましてね、再開すべきではないかと、こう思っております。今の文明社会のモータリゼーションと交通事故を引き合いに出しまして、だから車をやめろという人はいないと思いますけども、原発のいろいろ利用によっては大変な災害をもたらすわけでございますけども、そんなことでそれとは比較考慮することは適切かどうかは分かりませんけど、私は意味のあることと思っておりまして、一つこういうことにめげずに一つ進めてきたったらどうかなと、こう思います。時間がなりましたので、これで私は終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
めまして、福島県の小さなラジオ局ラジオ福島のアナウンサーで大和田新と申します。私は今日は福島のメディアの代表としてここに立ったわけではございません。一個人として震災から3年1ヶ月経ちました福島の現状を少しでも皆様方にご理解いただければと思ってやってまいりました。貴重な時間をありがとうございます。2011年3月11日午後2時46分マグニチュード9の大地震が東北の沿岸部を襲いました。死者行方不明者2万人以上を出した東日本大震災の始まりでした。そしてその次の日3月の12日午後4時前東京電力福島第一原子力発電所の1号機が水素爆発を起こし、さらには14、15日とまた東京電力福島第一原子力発電所が爆発事故を起こしています。当時こんな歌が被災地から届きました。ありのごと逃げ惑う群衆を首相は空から視察しておる。ヘリコプターから視察していた菅直人首相に対する私たち福島県民の怒りの歌です。ありのごと逃げ惑う群衆を首相は空から視察しておる。原発事故後私たち福島県民は目に見えない放射能の恐怖と未だに戦っています。当時直ちには影響ないと繰り返す官房談話に無策が透ける。直ちには影響ないと繰り返す官房談話に無策が透ける。こんな歌も私の番組に寄せられました。またスピーディーの情報も公開されず国に対する不信感が募っていった時期でもありました。今福島県では12万人がふるさとを追われ4万5千人が県外へ避難し、そして2万人以上が未だに仮設住宅で苦しい生活を送っています。先ほど丹波先生のお話にもありました、昨年の12月地震津波による直接死を関連死が上回りました。再三県というふうに言われております福島宮城岩手の中で関連死が直接死を上回ったのは福島県だけです。今日現在地震津波による福島県の死者は1603人、関連死は1699人です。毎日この関連死が増えています。この関連死の主な原因は原発事故による無理な避難から来るストレス、持病の悪化、運動不足から、今肥満の人が非常に増えています。高血圧、糖尿病、地方症の悪化、さらには将来ふるさとに戻れないという不安から自ら命を絶つ人が福島県は非常に多くなっています。被災三県の中でも自殺者は福島県が突出して多くなっているのが現状です。この震災関連死を止めること、これはまさに震災関連死ではなく私は原発事故関連死だと思っています。この原発事故関連死を止めることが福島県の復旧復興の今の第一歩です。それは2万人以上の人たちが苦しい仮設住宅の生活、仮設は2年が限度です。今は土台も崩れています。窓もきちっと閉まりません。隣の部屋の笑い声が自分の悪口に聞こえます。そういう状態でいる仮設住宅の人たちを一刻も早く借り上げや復興住宅に移してあげること、これが私は第一歩のスタートだというふうに考えています。今年の3月11日震災からちょうど3年経ったその日、私は双葉郡の浪江町の請戸という地区に入りました。港町です。この請戸は太平洋の恵みとともに生きてきました。津波で140人が亡くなり、今も30人が行方不明になっています。この日は警察と遺族による行方不明者の捜索が行われていました。テトラポットの間を覗き込み砂浜を掘り返していました。この日の請戸はマスコミ各社であふれていました。取材者に向かってこんな時だけと吐き捨てるように不快感をあらわにする浪江の住民の声をたくさん聞きました。路上にタバコの吸い殻を投げ捨てた中継スタッフを見ました。ふとその時私は思いました。そこにご遺体があったかもしれないんだぞと。震災の年の4月の上旬、
私は防護服を着て浪江町に入りました。当時の空間放射線量は福島市の半分以下でした。辺り一面瓦礫の山、そこに赤い旗が立っていました。警察官にあの旗は何ですかと聞くと、その旗の下にご遺体があると教えてくれました。4月の20日です。震災が起きたのは3月11日、そして原発事故が起きた12、14、15を境に、原発から20キロ圏内は遺体の捜索が行われなかったんです。双葉警察署浪江分庁舎に運ばれてくるご遺体は損傷が激しく、それを警察官は丁寧に洗って棺に納めました。安置所で対面した遺族は言いました。こんな状態じゃ分かんねえだろ、お前ら警察官は何やってたんだ。担当の警察官は申し訳ありません、ただただ頭を下げていました。私が暗示書で聞いた最も悲しかった言葉、警察官に向かってご遺族が検視をしろって言ったんです。検視をしろ、もしかしたら原発事故の後生きていたかもしれない。それを自衛隊も警察も原発事故の後全員が撤退せざるを得なかった。検視をしろ、変わり果てたご遺体を前にしてそう叫ぶ20キロ圏内のご遺族がたくさんいたということをどうぞ忘れないでください。受け戸の港の6キロ南には震災前は見えなかった東京電力福島第一原子力発電所の5号機6号機の排気筒が見えます。原発事故を受け、私たちはこの便利な生活が幸せだという従来の価値観を見直す時が来ているのではないでしょうか。経済最優先のエネルギー政策を改め、多少の不便さの中にも幸せを感じるという生き方が今日本人には求められているような気がいたします。忘れられない私どもラジオ福島で流したコマーシャルがあります。小さな女の子がお母さんに言いました。ママ、エアコン消したら暑いね、でもかき氷がおいしいね。ママ、エアコン消したら暑いね、でもかき氷がおいしいね。その価値観を私たちはもう一度共有する時期が来ているのではないでしょうか。震災から3年1ヶ月、私は多くの中学生、高校生にインタビューをしてきました。数は2000人を超えました。そして最後に必ず子どもたちの将来の夢を聞きました。男の子は圧倒的に警察官、自衛隊、消防士、医者、教師。女の子は看護師、保育士、介護、福祉士、警察官、美容師。どれもこれも皆福島の復興復旧のために役に立ちたいと思って彼らはそう言います。しかし2000人以上の子どもたちにインタビューをして、政治家になりたいと言った子どもは1人しかいませんでした。 2000人分の1です。純粋無垢な中高校生にとって福島県の復旧復興に政治家が役立っているとは思われてないんです。それを政治家の皆さんには十分理解してもらいたい。そして口先だけの復旧復興などというお題目はやめてほしい。私にはある高校生の忘れられない言葉があります。18歳の少女が卒業式の答辞で言いました。私たちは人間のコントロールできない科学技術の発達によって大切なふるさと、大切な母校を失った。しかし天を恨まず自らの運命を自らの力で切り開いていきますと。人間がコントロールできない科学技術の発達、これは原発です。それによって大切なふるさと、大切な母校を失った。しかし18歳の少女は卒業式の当日で、しかし天を恨まず、これは地震や津波のせいにするのはやめようよ、自然災害のせいにするのはやめようよという少女から私たち大人へのメッセージでした。私たちは人間のコントロールできない科学技術の発達によって大切なふるさと、大切な母校を失った。
しかし天を恨まず、自らの運命を自らの力で切り開いていきます。その少女の言葉が、私たちが今こうやって復旧復興を考える上でとても大事な一言だというふうに思っています。ぜひここにいらっしゃる皆様にお願いしたい。福島に来て、福島を見て、福島を聞いて、福島から学んでいただきたいと思います。今日は貴重な時間をいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。4人の方の話を伺いました。すごい。改めて、今日はこの場ではどういう思いで訴えをしようと、まあ、基本的には、原産今日大会でしたけど、はい、どのようなものでしたか。まあ、まだその事故は続いているということですよね。避難者がいるわけですから、まあ、こういったことでやはりその原発の在り方とかエネルギー政策とかということもやはりしっかりとその考えてほしいなというふうにありますね。また、まあ、世界各国からまあいろんな人たちが来てますから、やはり日本が今どういう状況なのか、まあ、正確に伝えていくと、情報発信していくということも被災を受けた我々の大切な仕事だというふうに思ってますね。うん、そうですね。やっぱりまだ3年経って、まあ、状況としてはもう前に前にということですけれども、その中でまだ取り残されていってしまうところがあるので、理解してもらわないといけませんよね。まあ、そうですよね。一旦その原発の事故で日本は世界中から、ね、信頼を失ったわけですから、ある面ではしっかりと復興していくということがもう一度その日本が信頼を勝ち取るチャンスだというふうに思いますね。世界が見ているわけですからね、やはりここはしっかりとその福島の復興、被災者へサポートしていくということをもう全ての最優先中で最優先課題ではないかなというふうに思いますね。うん、ですね。同じ今日4人の方でも西尾さんは、まあ、どちらかというと産業全体のことを考えて再稼働をお話しされてましたけど、地元の自治体の長としてはまた別の聞こえ方をされてたんじゃないかと思います。まあ、そうですね。まあ、いろんな人たちは考えがあるんだと思いますが、やっぱりその事故が起きた地元だからこそ再稼働はねやはりしてほしくないっていうのは素直な気持ちですよね。まずあれですよね、本当にふるさとを取り戻す、うん、そこに全力を傾けてほしいという思いですよね。まあ、そうですね。その通りですね。まあ、もう残念ですけども3年前には戻らないんだと思うんですよね。とするならばやはりもうちょっと違ったその地域を表現していきたいなというふうに思いますね。まあ、そういうことがこれからこう復興していく上では大切じゃないかなと思ってますけど、ね。ありがとうございました。